普通にレムが完成したぞ。曲はなんかちょっとボルドがパズロンになったから。ついにこの手が来たぞ。月の海をかけエネグマ発射する。エネルギーパワー発射、角度すべて OK。 よし発射、かっけえな。発射発射発射。やったか、破壊したか。いいね。どうなんだ。ダメだ、コロネ破壊率 62%。 コロネ落下軌道が変わり、はあ、伸びたに過ぎない。クソ、またクソって言ってる。エニグマでは無理があったか。まだこれからだ、次のこと考えよう。よし、今からシャトル作戦を実行する。希望を捨てるな、地球の未来がかかっている。これが最後の作戦、スペースシャトル作戦。シャトルでコロニーまで近づき、そのまま体当たり。パイロットはギリギリで脱出してもらうけど、最後爆風に飲まれ、とにかく危険性が高い。エニグマ同様、今のままでは破壊力が弱すぎる。またパーツを集めて補強しないといけない。さらにウイルスの影響でオートパイロットが効かない。誰かパイロット乗るって思ったろ。こっちもシャトルのパワーアップに励みだ。失敗は許されないからな、今度だけは。みんな辛いと思うが、これ大事なのは我々が最後まで気を合わせないことだ。シャトル作戦を実行する。もうジャンキーに決めりゃいいじゃん。残る希望はスペースシャトルのみ。ここで落ち込んでも仕方がない。パーツを握るようにを紹介する。ローズレッド、詳細不明、エンジンを隠し持つ。武器倉庫の場にロケットを所有。ヘガッシュ、レプレイホース。ああ、レプレイホース久しぶりに聞いたの。基地にウィングが。ネクロバット、謎のイレギュラー、燃料タンクを持つ。誰が行くべきだったかな、これ。残り時間はわずか。できる限りでパーツを集めるんだ。上から行くか。じゃあ、なんかレプリフォースのマークが入ったような気がするな。ヘガシオ、おお、なんかあれだな、イーグリードを思い出せるような。エアフォースからオービターウィング。ああ、かわいそうな話だ。これなんかやりそう、なんもない。何もかも爆弾しかいな。威力はあの取れない。爆弾してしまって、あ、これ、はい、あ、こうやってやればいい。おお、うい、いい感じじゃないの。どうさせんぞ。こうやってやればいいんだ、うん、そうやって撃っちゃダメだよ。あー、でもこいつらあれだね、この敵ね、レプリフォースのあれだ。 XO によく出てきたやつらじゃん、こいつら。ほら、これも、あー、これも懐かしい。懐かしいね、こいつら。やめて、撃たないで。下からやる。無駄に食らっちまった。何が待っているんだ。下に行くのこれ。あー、やだ、俺行きたくない。どうすればいいのこれ。うわー、食らっちまった。ありがとう、早く壊して。あー、こいつか。あー、これあれじゃん、やばい。よし、危ねえ。あれ、もうあれボス。あ、ボスじゃないか。いいね、このあれは。いい感じじゃないかな、こいつ。ほら、これでパワーアップ測るか。やばい、危ない危ない。
危ない。これしゃがんで、確かしゃがんでも避けれたような気がするな。なんかあった気がするんだよな、あの今のエリア。壁登れないの？壁登れないね。落ちてくんのお前。爆弾がいる。オッケー。おらーって、でででで、ひぃ。やめないか。格好つけても無駄だぜ。あ、これなんかあるんじゃないか。あ、ライフアップがある。もうライイエーイ。これで終わりか。終わりっぽいね。よし、かっこよく入ろうって。かっこよくシュッと。ふい。ジェロ、前から君と会いたかった。仕方ないとは思ってはいるが、カーネルのことを忘れられないんだ。カーネル、戦わずして何とか解決したのではないかと。まあね、君を恨んでいるわけではないが、僕はもうウイルスに侵されている。君に処分してもらうことになる。だからイルギアとして僕と戦ってくれ。君を戦うことでカーネルの弔いにもなると勝手に思っている。勝手だなこいつもな。まったく。うわやばい、すげえ飛ばされんじゃん。やっぱダメージでかい。ふい。うわー、これイーグルの戦法じゃん。うら。ふい。あ、戻しちゃった。ごめんよ。ライフ疾風ゲット、ハイパーチャージ、またレブロースとタロン。ほんとね、ギリギリが知ったから仕方ないと思うけど、なんかめちゃくちゃ壊滅状態でなんか落ちてるっぽいな。シグマウイルス、今までずっと戦ってきた、あらゆるレプリロードをギリギリ化する最強のコンピュータウイルス。なぜだ、なぜ俺だけウイルスダメージを受けない。逆にパワーがみなぎる感覚さが覚える。俺の体どうなっているんだ。まさか。以上です。ゼロに関してのレポートは。ゼロは今までで何度も死ぬから戦ってきた。多少のウイルスではびくともしないだろう。反応がないならまだしも、ダメージを受けるどころかパワー出力がアップしてるんです。エクソゼロの体の仕組みに関しては、未だに謎の部分が多すぎます。こう何が起きるか分かりかねない。これは何か対策を講じた方がいいかと。この件は秘密にしておけ。考えておく。ウイルスでパワーアップするなんて危険すぎます。せめて、ゼロだけでも手を打たないと手遅れになりますぞ。なんか裏で動いてんじゃん。誰だっけ、こういうことに、こいつ、もういいや、こいつ行ってみよう。もうなんかすげえ、おー深いね、なんかこのマグマエリアの奥にブースターロケットがある。オッケーオッケー、即アウト、マグマに触れて即アウト。オッケー、分かった。ちょっと様子を見ながら降りていくか。あ、これドラゴン、ドラゴンがいる、いっぱいいる。かわいい、かわいいドラゴンだけど降りていく。シャドーマン的なあれを感じるね。ちょっとこうやってなんか下に降りてくる感じ。おー危ねえ危ねえ、やっべえ、めっちゃ食らってんじゃん。やっべえ、嘘、相当だな。
めっちゃ大ダメージだ。ちょっとこれはやばいね。油断大敵だな。待って、そいつのマグマ流れている。敵に噴出している。タイミングを測る通り。何タイミングを測る通りって。うわもう暗いよこれ。すごい高熱。マグマは通り過ぎたら降りてみる。は？なんだ今のは。とりあえず通り過ぎたら降りてみるか。あ、揺れてる揺れてる揺れてる。なんか流れてる。流れるか。おー流れた。やべえ。こっち行ってみようぜ。左行ってみよう。あえてこう左に行こうって何か見つかるものがあるかも。ほーらな。ライフアップライフアップライフアップ。死んだ。マジかー。これもそこ行けないのこれ。ちょっと逃げない。これもう無理やり無理やりってさ。何しかも岩陰。温度が低い。マグマ行けるかもしれない。わかったわかった。これこれ。うわあ危ねえ。ちなみにあのオープニングの曲あるじゃん。あの タイトル、まあ、あのセレクトの画面っていうかさ、あそこで流れる曲ね、あのロックマン初代のロック、それとかまあロックマン X のあれよ。なんかあのババにさ襲われてさ、 X がさ、でそれでゼロが助けに来て、なんかああ俺はもうダメだみたいな感じの時に流れる曲の、まあ、アレンジみたいな感じなんだ。超かっこいいね。その曲を持ってくるってのもすごい。なんかね、そのなんていうの、そのチョイスがすごい。俺はもうかなり好き。顔がなんか埋め込まれてるイメージ。あそこの左側、これババちゃんの顔みたいな。早くして。やばい、早くしないと。やべ、行き過ぎた行き過ぎた。あーっと、あぶねー。超あぶねー。欲張って行くもんでもねえな。お、ドア破壊して。奥のエリア行けるんだ。じゃあこれあれじゃん。オッケー、じゃあこれ、これ避けつつって感じだね。もうマジ怖い。早く早く早く、よっしゃ早く早く行け。オッケー、もうマグマはコリゴリだぜ。ドラグーンのステージより凶悪だな、ここ。あ、あれがある。ライドアーマンじゃん。マグマの海ね。お、そうなの。分かれ道。はあ。じゃあ、せっかくだから、じゃあ、これで上行けばいい。無理だね。あー、かわいこちゃんがいる。思いっきり顔使ってっけよな、マグマ。大丈夫かこれ。I'll be back な状態になってる。大丈夫かこれ。うわー、これやばい。食らってやばい。もうやられたらおしまいだぜ、これ。やめて。私を、俺をこのマグマの中で、お前何やってんのこの中で。何のパーティーやってんのみたいな。なんか悪い、なんか嫌なこと待ったのか、こちら。やめようぜ。これ終わって降りたら死ぬでしょ。何がある、ここは。なんもない。あー、これ難しいな。ふいふい。あー、カプセル。カプセルあるぞ。これ、行っていいのこれ。あー、降りれない。ちょっと待って、降りれんじゃねえか、俺。うまければ。くそ。なんで降りれないの、これ。降りれないじゃないの。なんてことなの。あ、ここから行けないじゃん。なんで降りれんの。やっと降りれた。で、これ、あー、なるほど。なんか中ボス的な何かがいたと思う。あそこ行きたい、あそこ。無理ー。じゃあ今度は、そんなに言うんだったら俺は上から行くよ。じゃあ上から行って見える道。あ、なんかいる、なんか来てる、なんか来てる、なんか来てる。これ倒せる。避けられた。オッケーオッケ
追っかけてこないで。ロックマン2のドラゴン的なことをしなくていいからです。ダーン。おお。こいつも倒さなければならんのか。いずれは。うぅうぅな、これなんかバトルっぽいね。これやっぱな。おらおら。早くもう観念しなさい、もう諦めなさい。やべやべ。甘くらねえな。落ちろ、アンドロスさんのために。あそこはまだ行けないのかな、多分。まあ行かないでおこう。こっからは行けばなんか行けそうな気もするな。これ登れねえな。ちょっと待った、ひでえな。ちょっとこの上が気になる。あ、なんもなかった。また体力やばいぞ、ドラム。地味にやばいね。すげえな、裏のなんかあれ。やばそうなやつが来たな。何しに来た？死神がお迎えに来た。とうとう俺もおしまいか。違う、お前が持ってるブースターロケットが欲しい。ガッハッハ、お前が欲しいのはブースターだけじゃないだろう。俺様の命も欲しいんだろう。戦いたいんだろう。望むならいつも戦ってやる。戦ってくれよ、悪魔のイレギュラーハンター。なんだこいつは。お、なんか出した。ほい。ああ、お、すごい。これが弱点だ。これが弱点だが、俺はやばい。ちょっと待って、あれなかった。ある。あるじゃない。使う。もうちょっと遠慮なく使わせてもらうか。やるじゃん。うわあ。ちょっと、こいつの攻撃を見てやるか。なんか動きが速くなってる気がする。すごい、ジェノサイドバスター来た。やるね。うわー、激しいな。結構激しいなこいつ。うい、やばい、死ぬ。ライフ、ラピッド5。あ、ブーストロケットを見つけた。シャトルの破壊力をアップする。他にも役に立ちそうな時が眠っているけど、調べている時間はないわね。オッケーオッケー。